一人にはしない。それが俺の仕事だ。おい、お出ましだ。あれが捜査一課の変人清水巡査部長か。怖そうだな。24時頃、樽の中に入れられマネキンと合体させられた山浦真中の遺体を庭で発見しました。今回の事件の犯人は2年前から起きてる連続マネキン殺人事件の同一人物だ。少し休憩しましょう。ただ容疑が晴れるまで全員外に出るな。誰が異常者で誰がそうでないのかよく自信があります。この中にあの有名な連続マネキン殺人事件の犯人がいるってこと、バカじゃないの？電波で送れる内容じゃなかったから悪いな。清水は危険だ。お前どこにいた？ここにいた。何が知りたいの？あなたの狙いですよ。私たちを監視してたの？どっかで会ったことないか？お前が悪いんだからな。手首が切られてる。あれは人間の仕業じゃない。獣か悪魔だ。